周年なう浅川図ですくだらないものの工房の匠ですえす、ー、結構前にね、たくみくんがボドゲー職人であるという話をね、<laughs> はい、したことがあって、まあ俺も曖昧ひらがなエイリアンとかね、ええ、買ったりしてやってたんですけど、なんと、そのたくみくんのね、作ってる 18?18 18というゲームが。ゲームがなんと、ダイソーから全国発売ということでね、 はい。あれ、今回のその、ダイソーのやつのシリーズってのは、それインディーズのやつをなんか集めたような感じなんですかそうですね。えっと、ダイソーに、チームっていうわけじゃないんですけど、まあ、ボドゲ作ってる方が、えっと、ダイソーにまずボドゲーを置きませんかみたいな話を多分しに。行っで、じゃあ、どんなラインナップがいいだろうっていう時に俺のところに声がかかって、うん、で、まあ、今回のこのゲームをちょっとダイソーで売ってみたいんだけど、ちょっと、半券というか、 なんていうかな半券は俺があくまでも持ってて、で、えっ、ー、と、ダイソー版ということでその安いやつを作らないかっていう話が来て、その人がまあ通してくれたみたいな感じなんですけど、その人が、えっと、そういうゲームマーケットとかでこれいいなって思った作家さんに声かけてるみたいな感じですね。キュレーターみたいな感じなんだなそうですね。売れた物に関してっていうよりはその半券、 の方って感じなのその、お金としては一応、印税って形で入るので、売れた分だけ入ります。そうなんだ、印税って形なんだ。一応印税っていう形になりますから。<laughs> ついに、印税生活入りましたか <laughs> 絶対生活できるような、あれはないですけど、まだまだ。<laughs> やっぱだって100円で売ってるわけだろう。や、ええ、100円、100円ですね。だから、例えばですけど、1万個売っても100万円にしかならないわけですよ。で、そこで印税とかって考えると、まあ、 何パーよみたいな話になっちゃうので。まあ、俺もね、一回、二回か、そのーベル君と音楽活動やってる時に CD 出して一応印税入ってきたけど、一、うん、1>, 1パーとか2パーぐらいじゃなかったかな。<笑><笑>まあ正直そんなレベルだと思うので。そうなんだよね。 印税ってもう本当にバカ売れしない限りは印税生活は無理ですね。要は全部な、作詞作曲自分でやってるとお得っていう話で。そうですね。基本的にまあ、ああいうもんって、そのチームで作ってるからね。うんうん。これがだからまあ、 たくみくんで言えばな、自分のとこで自分の EC サイトとかデザフェスで売った分に関して自分の取り分がほぼ。そうそう、全部、ほぼ100%俺のところなんですけど。間に、なんていうか、ディストリビューターっていうのかな。まあ、どうしてまあ、仲介を入れると。仲介を入れると、どうしてもな。がっつり下がりますね。うん。まあ、ただ、今回のやつで、その全国のダイソーで売られる。 っていうのが、まあ俺としてはかなりでかいので。ダイソーで全国で売れてるボドゲーの作家ですっていう肩書きがつくからな。ボドゲー作家としてようやく安心して名乗れる感じが。<laughs> 箔がついたわけだな。で、まあうちダイソーで売ったことあるんで、みたいな言えるようになった。<laughs> そう。<laughs> ボドゲー界のな、そういうあれがわかんねえからさ、その。まあ全然わかんないですけどね。<laughs> そのなんか、ランク付けみたいなさ。やっぱすごいランクっていうか、 まあ、ランク付けが具体的にあるわけじゃないんですけど、一応イベント内でボドゲ大賞みたいな、そういうやつはあるんですよ。なるほど、なるほど。うん。で、あとは、その、サイトとか単位だけど、年間で一番売れたボドゲはこれみたいなのとか、その人気投票みたいなやつはあるので。じゃあ、あれだな、M1 と一緒だな。<laughs> <laughs> <laughs> 一応、そのまあ、決勝大会ぐらいまで出れれば、そう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 。まあ、知名度っていうかな。まあ、そうなってくるとな、今度はその、作家さん単位で、 まあ、買う人というか、あの人が作ってるんだったら面白いだろうっていうことでな。うん で、まあ、ボドゲーの方は、じゃあ、今年も、いろいろ新しいのを考えてはいいんかそうですね。まだ、あの、去年が、うん。その、あいまひらがなエイリアンを作ったのが去年の今頃なんですけど、うん,う,んうん。そうだね。3月にあったイベントで本来売る予定だったんです <laughs> そっか、なんか在庫かかってるっってそうだ、ま、だ3月のよイベントがなくなっちゃって、うん。で、通販でしか販売ができないってなった時に、結構在庫が増えちゃって、うん,う,んう,んうん。で、まだうちに、まあ、結構な数在庫残ってるんですけど、 まあ、実際にボドゲって遊んでるシーン見ないとわかんないじゃないですか。まあね。遊んでるとこ見てあ面白そうって言って買う人が、そのボドゲのイベントはすごく多いんで、んそれが見せられなかったってのが結構。 結構ダメージでかいですね。なるほどなだから新規でゲーム作るとしても、説明書だけじゃなくて説明動画みたいな。うんうんうん、うんで。いろんな人がやって遊んでるところを見せないと、多分、そのゲームに惹かれるっていうチャンスがなくなっちゃうと思うんですよね。そういう意味で今回の18が全国に出たことで、うん、あの、YouTuber とかがやって動画を出してくれると、すごい助かるんですよね。俺も、そのダイソーで見かけたら買って動画撮ろうかなと思ってるんで、ね。あ、ぜひぜひ。 今まで出したやつまで興味持ってくれれば、ま、いろいろ売り上げとかにな。そうですね。たくみくんのボトゲーの中でも一番シンプルなやつだもんな。そうですね。あれ一番シンプルですね。だ実際18なんてあの、大阪のゲームイベント行った時に、うん、見せ店番しながら、ポッと出たアイデアを、帰りの新幹線でちょっと練って、<ー>で、それで、とりあえずじゃんけんのそのルールって、 指制限させて、こういうチップの枚数にすれば面白いかなっていうのをまずその新幹線の中で考えて、で、翌日か翌々日あたりコーヒー屋さん行って2、3時間こう、指の数とかどの本数にするとややこしくなるかなっていう計算だけばーっと出して、 で、ほぼほぼ完成だったんで、一番手間もかかってないですよね。そのままいいバランスの数字が18だったってことですね。そうそうそう。そんな感じですね。うん。そういうな、アイデアがいつ降りてくるかわかんねえかな。そうなんですよ。で、そういうアイデア降りてくるときってだいたい外なんで。へえ<ー>。去年1年が外に全く出れてないのでね。うん,う,んうん。ちょっと。 インプットアウトプット不足ですね、今。去年な、あの、ステルス将棋とかな、ちょっとアイディアとしてこうバズったってのはありましたけれど。 あれはまあ量産の目処が立てばすぐ出しちゃおうかなっていう感じですね。ルールとしてはまあそこそこ固まったので。あれは試作品を 3D プリンターで出したんだっけそうそう 3D で出して、で掘り込みまでしちゃったんですけど、へ<ー>結局掘り込むまでしなくてもシールかなんかペッて貼ればなんとかなるなってことが分かったので、そうすればレジンの複製で一気に作れちゃうんで。ああ、そうか。あれ本物の将棋って掘り込んであるんだもんな。 そうなんですよ。で、そこを再現しようとすると、3D プリンターとか使ってコストがだいぶ上がっちゃうんで、ので、普通に将棋の形のやつだけ駒をガーッと出して、後ろ側にシール切ったやつをペって貼って、まずそれで初期モデルというか試作モデルを作って、で、それがうまくいくようであれば、あの、クラウドファンディングかなんかでちゃんとその金型を作ってもらうような、 こともやりたいですよね今、あれね、コロナでボドゲーカフェとかどうなってんのかね。ボドゲーカフェもね、なかなか大変そうですよね。やっぱ、その席数を抑えたりとかしないといけないし、間をちょっと開けなきゃいけないとかな、うん、そういうのも出てくるだろうからな。 で、ボードゲームやるときなんて確実にこう対面で喋るんで、んそこをこう、そのフェイスガードやらマスクやらで、んなんかうまいことやってるんだと思うんですけど。じゃあそのダイソーが今回そういう企画をやったってのも、まあ、あんま外出れないから家で遊んでねっていうことで、ボードゲームに目をつけたのかな。ああ、そういうのもあるかもしれないですね。話来たのが本当に去年の、まあ5月6月ぐらいからだったんで、うんもうちょっと前かな、ヘタスと。 こんなもんだったから。まあ、ちょうどコロナが流行り始めた頃ですね。お家で友達と遊ぶぐらいがちょうどいいんじゃないかなっていう人数のゲームばっかりなんで、うんうん、2>, 2から4人ぐらいが多いと思うんですよね、プレイ人数が。今年もなんかじゃあ作ろうとは考えてんのまあ、ネタはいくつかあるので、うん、まあ、どれかしらは形にしたいのと、まあ、なんつうのかな、試作品作るまでは言ってるけど、こう、まだ詰め切れてないのもあるので、そういうのを、まあ、まずとりあえず試作で出して、 で、動画とかでやって、まあ、なるべくクラウドファンディングとかうまいこと使って、うん、あの、資金集めもしつつ、制作もできればなとは思ってますね。とりあえず、今回、その、ダイソーで発売できたっていうね、一個こう、肩書きができたわけだから。そですね。それが結構でかいかなと。印税にはまあ、そんなに期待せずに、<laughs> そこは期待せずに。<laughs> それよりはまあ、その、ネームバリューを取ったというか、 そんな感じですね。あとは、そのダイソーで売られたことで、あれ、あくまでまあ、ジャンケンのゲームなんで、あのルールがジャンケンにこう定着していくと面白いなと。うんうん、学校とかでジャンケンやるときに、その18のルールを使ってみるぐらい流行ると、もう、あの、多分一生こう消えないものになると思うので。ああなるほどね。そうなってくれたら面白いなとは思ってます。ああ確かにそう考えてみると、オセロとかさ、うん,うん。一生こう、 残ってそうなゲームっていうのがま、いくつかあるわけじゃん。定番化しちゃって。はいはい。ああいうのがま、できたらまあ、作家冥利に尽きるというか。そうですね。 トランプの中のババ抜きぐらいポピュラーなゲームになってくれるといいかな。<laughs> あれ、ババ抜きも誰が考えたんだろうね。<laughs> ね最初考えた人。トランプの起源とかって考えるとすごいですよね。うん。で、そこからいろいろゲームが派生してるわけだもんな。うん、トランプの場合はだから道具の発明なんだよな。そうですね。だから1から13かける4のカードプラスババか。当然道具を発明する人もいるし、あとはその道具から遊び方を発明する人もいるってことだよな。ということですね。 あで、その遊び方には形がないから、何かこう、まあ、権利というか、そういうのをまあ、申請しとくといいってことなのかな、うん、まあ、そういう。ただ、ルールって著作権がないとか。なんか一回そこの話したよな。うん。その遊び方の著作権ってすげえなんか曖昧っていうか難しいから。今ないんですよね、確かね。うん、真似されたらアウトっていうところはちょっとあるよな。うん その辺がちょっとややこしいんですけど。まあその真似されてもうちが一番最初に作ったって大腕振って言えるようなやつをどんどん作っていかないとなって感じですね。まあ今回の18に関してもな、じゃんけんっていう元からあるやつに、付加価値をつけるっていうタイプのやつだもんな。その考え方って だと結構いろいろ、もう本当いろいろ何でもできますよ、きっと。広がりそうな気はするよね。子供の時って結構むちゃくちゃなルールのゲーム作るじゃないですか。で、それのバランス調整を大人がやってあげれば結構ゲームとして成り立つと思うんで。昔からあるやつに一つ付け足すとってことだよな。そういうやつですね。そうだな。だから子供の頃思ったのは、まあ、えっ、ー、と、鬼ごっことかさ、うんうん、まあよくあったけど、今思うとあれね、一人一人 GPS とかついてさ、<laughs> スマホとかでね、位置とかチェックし、ね、できたらすげえ本格的に なんか大人のの鬼ごっこみたいなななできるよ,、ね、きるよななんてのはなんか漠然と考えたけど、うんまあ、そう、いうことだよなそ,うそれが今、ほら、テレビでやってる逃走中とかが、モロにド撮るじゃないですか。<laughs> そう,だ、ねそうだ。ああいう感じで、その昔やったやつプラス最近のテクノロジーみたいなのは全然面白いと思うんですよ。まあ、それを補助するための道具っていうかな。うん,うん。っていう感じでね。まあ、今年もね、どんなボドゲーが出るのか。ね、楽しみですね。ちょっと楽しみということで、えー、今年もね、 この新しいなんかボドゲーで、はい、一発またバズってくれて。ね。一個二個バズりたいですね。ということでね。今回は、たくみくんのね、ボドゲーがダイソーで発売になりましたというね、お話でございました。はーい。アカーズです、えー。サブチャンネルもやってます。朝さかわのビデオで検索してください。 くだらないもの工房の匠です。えー、YouTube チャンネルを作りました。ほぼ毎日何かしら作る雑談ライブ配信をやっていますので、えー、くだらないもの工房で検索してください。よろしければチャンネル登録お願いします。